ライフィセット。あなたに謝らなくてはなりません。どうしたの？急に。スパイの件です。あなたを清涼に連れて行こうと画策していたこと、本当にごめんなさい。それがエレノアの任務だったんでしょ？それに、なんとなく分かってた。え？そうなのですか？詳しいことは知らなかったけど、ベルベットがすごくエレノアのこと気にしてたし、エレノアは悪いことやろうとするとき、すごく汗をかいてるから、なんか変だなって。いつ頃からそのことを？エレノアが僕の器になってくれたときから、ずっと。多分、ベルベットも。はぁ、ちょっとショックです。スパイ任務一つまともにこなせないなんて、情けない。本当に情けないです。僕は、エレノアのそういうところ、いいと思う。え？平気で騙せる人より、うまく騙せない人の方が優しい人だって。僕は思うから。ありがとう。あなたこそ本当に優しい子ですね。そんなこと。ん？ビエンフ、なぜあなたがここに？僕もお仲間に入りたくて。今は大切な話をしているのです。すみませんが帰ってください。黙って見てるだけにしまうから、ここにいるくらい認めてほしいです。ごめんなさい。ビーン！エレノア様のヘチマ！ヘチマ？ライフィセット、改めてこれからもよろしくお願いしますね。僕こそよろしくお願いします。なあビエンフ、マギルーって自分のことを魔女とか魔法使いとか言ってるが、本当は何者なんだ？常識的に考えればタイマシですけど、マギルーという名前はタイマシ名簿にはなかった気がします。乗ってるはずないでふよ。姉さんは正真正銘暗黒世界の魔女なんでふから、寝た子も二度寝する恐怖の魔女の本性を僕はあの夜見たんでふ。あれはとある火山の火口近く、ぐつぐつと煮えたぎるマグマの上には巨大な大釜。地獄の豪華にかけた大釜には血の色と同じ物体がドロドロぐつぐつ煮えたぎってたでふ。頬に散った真っ赤なしぶきを姉さんは笑顔でペロリ。そのまま三日三晩煮込んでいちごジャムを作るんでふ。普通だろ、どこが恐怖なんだよ。恐怖はここからでふ。姉さんは砂糖の代わりに醤油と新水とみりんで程よく味付けするんでふよ。いちごを醤油で味付けするの？いちごのイメージとのギャップはありまふけど、酸味の効いた甘辛な感じはなかなか美味でふよ。もっとも僕くらいの料理通にならないとあの複雑な味は理解できないかもでふけどね。それってもしかして佃煮？いちご煮というものですか？そうとも言いまふ。言わないでしょ。いちご煮ってウニとアワビのお吸い物よ。佃煮ですらないし。そうなんでふか？結構好きだったのに一度しか作ってくれなかったのは間違いに気づいたからでふかね。そういえば僕が好きって言ったドリアングミやアユの砂糖焼きも一度だけだったでふね。そういうことでしたか。何度か作ってくれた料理の味は普通だったでふね。皆さんが食べてる姉さんの料理の味でふよ。才能を隠して普通を装ってる姉さんの潜在能力はまさに恐怖の魔女と呼んで間違いないでふよ。あら、この香りは。パーシバル王子の香木だよ。香木は初めてだって言ったら王子が袖のところに香りを少しつけてくれたんだ。王家の香木の香り、私はとても好きです。鼻がスッとしてでもツンとしない感じで、雪国に生息するヴァンダリアという針葉樹から作るんですよ。
エレノアもベルベットもマギルーもいい匂いするけど、香木を使ってるの？いい匂い？私たちは香木は使ってませんから、石鹸の香りがするのかもしれませんね。香木は王族しか使っちゃいけないの？いえ、ファンダリアや一部の香木は王族のみですが、他の香木には特に決まりはないはずですよ。香木は人間にとっていい香りなんだよね。どうしてみんな使わないのかな。それは考えたことなかったですね。アイゼンは何か知ってますか？そのことを語るにはまず風呂について説明せねばなるまい。数百年前、風呂に入ると死ぬと言われた時代があった。人々は風呂を恐れ、近寄ることさえしなかった。お風呂に入らないなんて信じられません。どうしてそんなことになるんですか？その頃、死に至る疫病が流行したんだが、風呂で伝染すると考えられていたんだ。水道や水の浄化技術がまだ確立されておらず、上下水道は限られた場所にしかないものだった。俺たちがローグレスで潜り込んだような地下道が整備されたのは100年前くらいの話でしかない。風呂が不衛生だと考える奴がいたんだな。風呂が廃れていく一方で、王族たちの間に香木が広まり始めた。匂いを匂いで消そうとしたんだね。ゆえに昔の香木は香りが強いものが多いんじゃよ。臭いのかいい香りなのかわからぬほどにの。でも今はお風呂で病気になるなんてことはありませんよね。文明が発達し、水道が普及したことで、風呂は昔よりずっと清潔になったからな。それで香木の必要がなくなって廃れたと？逆だ。庶民が豊かになったことで香木は国中に広まり、富の象徴として生活を彩るようになったんだ。だがそれも長くは続かなかった。風呂ではうつることのない病の流行によって。ゴーマ病ですね。人間はゴーマに追い詰められ、城壁の外で暮らすことが難しくなった。入手が難しくなった香木は再び王族のものとなった。流行り病と香木には奇妙な因縁があるんですね。汚れをごまかすためにゴーマ病の噂を振りまく。匂いで匂いを消すのは今も昔も変わらんの。あんた、香木の香りが気に入ったの？いい匂いだと思うけど、僕は石鹸の香りの方が好きだな。人を寄せつけない絶海のこと、島の地中に隠された巨大施設、まさに秘密基地、燃えるでふぅ。そうだね。さっきは秘密基地みたいって喜んでたのにどうしたでふ。ノリが悪いでふよ。でもここは監獄だし、無理やり捕まえられた人は辛かっただろうし。私のことなら気にしなくていいわよ。ここが嫌なら拠点なんかにしないから。俺だって捕まっていたが、この島には秘密基地のロマンを感じるぜ。わしは差し入れのマロングラッセを看守に食べられてしまった恨みがこみ上げるがの。だから気にせず秘密基地に熱くなればいいさ。うん。だが喜んでいるだけではダメだ。今後の作戦行動をより円滑に進めるためにも、秘密基地を整備改良しておく必要がある。建物は頑丈ですし、このままで十分なのでは。バカも休み休み言え。監禁に特化した牢獄のままでいいはずがないだろう。どうしたいというのじゃ。まずは煙幕発生装置だな。不慣れな場所での目くらましは効くぜ。あとで建物中のすすを拭き取る必要はあるけどな。却下。僕は消火装置が必要だと思う。ヘラビーサを見て火事は怖いと思ったから。水の精霊術を使えるあんたたちが消火すれば、そんな装置いらないでしょう。あ、うん。最も優先すべきは地下道だ。いざという時のために地下からの脱出路が必要だ。通路への隠し扉も
敵を欺くダミー扉もいるぞ。二つも港があるんだからそれで十分でしょ。攻めてくる奴が港を見過ごすはずがないだろう。地下道だけは最初に作るべきだ。周りは海なのよ。その地下道はどこに抜けるの？近くの無人島まで海底にトンネルを掘るに決まってるだろう。近くに島などないぞ。地下道のためなら俺が島を作る。実現性がなさすぎる。夢を熱く語っているだけみたいですね。夢を語って何が悪い。これはロマンの話だろう。なぜわからんのだ。大丈夫だ。お前の気持ちはよくわかる。だがあいつらに理解してもらうのは無理だ。若いやつと賭けをして負けちまってさ、罰ゲームで第4種管理地区の島に度胸試しに行かされたんだよ。だがあの島は遊びで行っていい場所じゃねえ。ゴーマに襲われて危うく死ぬところだったぜ。第4種管理地区に入って島に上陸したのですか？いやいや、船で近づいただけなんだけどよ。突然雲の糸みたいなのがビューッと伸びてきて、わらわらと虫みてえなゴーマたちが糸を伝って船に向かって近づいてきやがったんだ。船にいた全員で無理やり糸をぶち切って全速全身で逃げたんだが、涙ちょちょ切れたぜ。無事に帰ってこられてよかったですね。もう近づいてはダメですよ。わかってるわかってる。もうコリゴリだよ。世界最古の地図を作ったのは、ああ、何十年もかかってるんだ。お前は本を読んでる時が一番幸せそうな顔してるな。何がそんなに面白いんだ？測量の本を読んでたんだけど、世界を回って地図を書くのを想像してたら楽しくなってきちゃって。その気持ちは俺にもよくわかる。マギルーたちはサパランなどと言っていたが、全世界を描いた地図の完成を想像すると血が騒ぐ。僕は金銀財宝の方が燃えまうけどね。もちろん未開の地には宝も眠っているだろうが、それはおまけのようなものだ。渡れない海を渡り、誰も行ったことのない世界へ行く。死と隣り合わせの後悔そのものに宝以上の価値がある。まさにアバンチュール、冒険ロマンディフね。ライフィセットも地図を持ってたよな。初めて会った時に落としてったやつ。清涼でもらった世界の地図だけど、僕が自分で確かめに行けたのは近場ばかりだから冒険なんて言えないよ。遠い国や嵐の海へ行くことだけが冒険じゃない。自分の思いを遂げるためなら危険が待っていようとも自分を守ってくれる壁の外へ飛び出すこと、それが冒険なんだ。そこには大きいも小さいもない。ヘラビーサやフィガル雪原しか行ってなくても、タイマシの目を盗んで町を抜け出し、ゴーマがうろつく土地を歩いて地図と見比べた時何を感じた？怖くて、でも楽しくて、胸が熱くなった。それが冒険だ。そうやって自分の中に出来上がった地図はお前だけの宝なんだ。僕だけの宝物。うわあの子、暇さえあれば本を読んでるわね。知識は世界を広げてくれる。テレサに支配されていた頃のあいつにとって本を読むことは冒険そのものだったんだろうな。ん？どうしたの？ずいぶん難しそうな本を読んでるじゃねえか。恐竜の本だよ。大昔、人間が生まれる前にこの世界を支配してた巨大な生物なんだって。ティランとかトリケプとかブラッキーとか種類がたくさんいてかっこいいんだよ。これドラゴンじゃないの？似てるけど、ドラゴンみたいに火山の中じゃ生きられないし、寒さにも弱かったみたい。でも他の生き物じゃかなわないくらい大きくて強かったんだって。修行相手には良さそうだな。特にこのギガスピノってのが気に入ったぜ。体の両側から巨大な刃が飛び出していて、まるで六郎の二刀流みたいですね。別名
双剣竜って言うんだよ。ほう、まさに俺の相手にふさわしいやつだな。で、結局何なの？恐竜って見た目はトカゲみたいですよね。俺のご先祖様かな。お前は人間だったろ。おっといけねえ、すっかりこの体に馴染んじまった。恐竜も尻尾切れるのかな。で、どうするの？地脈は大地を流れている自然の力、そして地脈点は地脈が集中している場所のこと。そうだ、カノヌシは地脈を利用して汚れを喰らい覚醒しようとしている。お前は地脈を感じる力に長けているようだ。ある程度近づけば地脈点の位置を。近づかなくても感じたんだ。昨日ここに来た時、ずっと先にもここと同じ場所があるって。地脈を通じて離れた地脈点を探知できるのか。多分どこまでやれるか、クーマがいるかどうかはわからないけど。それでも重要な手がかりよ。お願い、試してみて。どう？はっきり感じた。地脈点は何十個もあるけど、特に大きいのをいくつか見つけたよ。大きさまで感じ取れるのか。うん、この島の地脈点も他より大きいみたい。同じくらいのが東と南東の方にもある。多分虫がいたワーグジュリンとパラミデスの場所だと思う。だとすると大きな地脈点のどれかにクーマがいる確率が高いわね。残るクーマは3体、数が絞り込めれば総当たりもできますね。だな、お手柄だぞライフセット。いやはや大したもんじゃわ。やはり棒はただものではなさすぎるの。そんなことないや。善は急げです。クーマ探しの準備をしましょう。わしらは全然善じゃないがの。また折れたか、未熟。刀が弱いんじゃなくて、あんたがバカみたいに硬いだけだろ。いや、俺を切れないようでは話にならん。もっと硬い素材で硬い刀を打たねば。オリハルコンを試したいが、さすがに夢物語か。オリハルコンってこの世で一番硬い金属だよね。太古の遺跡でごく稀に発掘されるレアメタルだな。俺も欠片は見たことがあるが、刀を打てるほどの塊は聞いたこともない。いや、200年ほど前ある古代遺跡でオリハルコンの塊が発掘されたという噂があった。だが運んでいた船が嵐で沈んでしまったと。地の底から海の底へか。沈没船か。海の底の財宝とか船乗りのロマンだよな。場所が分かれば引き上げられるんじゃないか。船乗りも全員沈んだ。場所も知るものはない。そもそも何百年も昔の噂だ。当てにはできん。そりゃそうだ。ないものねだりしても仕方がない。きっと別にいい材料があるさ。ダイルのくせにまともなことを言う。ダイルのくせにとはなんだよ。ダイルのくせに怒ってる。その使い方はおかしいだろう。モアナ。モアナのくせにおかしいかな。
さーて、目的はここと似た大きさの地脈点、タイタニアから近い順に調べるわよ。方角はどっち？近い順、それなら西の方角に一つあるよ。わかった、しっかり案内頼むわよ。うん。なあ黒金、聞いてくれよ。また愚痴か？またって言うなよ。俺はベルベットや海賊どもに、気づきゃ荷物運べだ、あの島行ってこいだってこき使われてるんだぜ。頼られているってことじゃないのか？そうかもしんねえけどよ、連中見てるとよ、あんたのことは顔色伺って遠慮してるみたいだけど。合わないがな。ああそいつは失敬。こう見えてもお前が知らないだけで、案外鉄絡みの道具を作ったり修理したりしている。居候を決め込むほど面の皮は厚くない。顔はないがな。面白いじいさんだな。若いのに使われても腹が立ったりしないのか？俺は刀のことだけを考えて生きてきた。連中のようなガキと話したのは何百年かぶりだ。じじいの俺にとっては新鮮な迷惑さだ。俺も最初はそう思って言うことを聞いてやってたんだけどよ、いい顔してたら山ほど仕事を押し付けられちまって、あんたみたいにこわ表にしときゃよかったよ。顔はないがな。だからそこは真面目に聞いてくれよ。覚悟を決めろ。命を懸けて自分たちの道を進む連中と同じ船に乗ったんだろう。俺もお前も。嫌ならさっさと尻尾を巻いて船を降りろ。尻尾はないがな。西陵がこの島を監獄にした理由がよくわかりますよ。島周辺には速い海流がいくつも流れ込んでいて、読み間違えて舵を切れば船は簡単に転覆します。霧もよく出ますし、嵐も頻繁に通過する。ここからの脱走はほぼ不可能ですね。ああ、この島への出入りには高度な海洋知識と確かな操船の腕が必要だ。俺たちは副長の呪いのおかげで鍛えられてますから平気ですけどね。俺たちが脱走した時も嵐がすごかった。なのに乗組員は素人3人のみ。今思うとよっぽど悪運が強かったんだな。副長から聞いてるよ、地脈点とかいうのを探すんだってな。出航準備はできてるぜ。出航するかい？ここが地脈点だよ。見渡す限りの大海原じゃな。地脈点は海の底かい？世界の大半は海だ。海底にある地脈点も多い。いくら清涼でも海底にクーマを捕まえておくのは難しいですね。ここは外れみたいね。ごめん。いや、虫クーマがいたんだ。魚のクーマってこともあるんじゃないか？一理あるな。奥の手を使って調べてみるか。奥の手？これだ。え？なんだその反応は。これは藤林の船竿だぞ。長さ九尺三寸の一本竿。材は五年物のイガグリだけ。生き物のごとく粘るシブロクの同調子に、腕と一体化するような握りの巻き具合、そしてロイロウルシの品格ある仕上げ、文句のつけようのない名鑑だ。そういうことではなく、クーマ相手になぜ釣りなのかと。クーマだからこそだ。忘れるなよ。はい。ちょっと釣りなんてしてる場合じゃない。まあやってみようぜ。ちょうど腹も減ったし、魚が釣れたら飯にしよう。わしは鯉か姫マスが食べたいの。突っ込まないわよ。
付け方、どうだっけ。なんだ、釣りは苦手か。久しぶりで度忘れしただけよ。昔は弟と時々行ってたんだから。僕、釣りなんて初めてだ。なら、私と一緒に。じゃあ、私が教えてあげますよ。エレノアは釣りできるんだ。ええ、子供の頃、同じ村のテネブおじさんが教えてくれたんです。トリエットドジョウを100匹釣ったこともあります。100匹、すごい。仲がいいな。器とかじゃなくて、兄弟みたいだ。エレノアは面倒見がいいからな。大事な棒を取られてしまうやもしれんぞ。ライフセット、まず仕掛けを作りましょう。針に糸をこう結んで。難しそうだ。ちょっと、覚えてしまえば目をつぶってもできるようになりますよ。わかった、やってみる。タフィー。え、僕、あ、その気をつけなさいよ、海に落ちないように。そんなに子供じゃないよ。ラフィーは落ちたのよ、昔。ラフィーってベルベットの弟のこと？そうよ。さっきのはうっかり間違っただけ。うっかり、要はそれだけ。それだけ。じゃあ、僕はエレノアと釣るから。やれやれ、着物を重ねるように生き物は重ねられるぞ。誰が。あ、ベルベット、そんな軽い仕掛けじゃダメだよ。ちょっと貸してくれ。なんなの、もう。竿、返して。せかすなって。しっかり仕掛けを作らないと後が大変だぜ。ずいぶん頑丈な仕掛けね。クーマが釣れるかもなんて眉唾よ。いいえ、わからないぜ。なんたって副長が釣るんだからね。そんなに凄腕なの、アイゼンは。アイゼン、どっちが大物を釣れるか勝負しようぜ。くだらん、釣りは己と戦うものだ。おお、頑畜のある言葉だ。とはいえ、この竿を試してみたいのも事実。ああ、わかる。俺もいい刀を持つと無性に切りたくなるからな。そう、いい道具とは血を騒がせるものだ。おう、俺の場合は血を降らせるだがな。どっちも血の気多すぎ。何にせよ、どうせ釣るなら勝負した方が血が騒ぐぞ。いいだろう、相手をしてやる。結果は見えているがな。ほほん、ずいぶんその竿に自信があるようだが、思い通りにいかないのが釣りと人生。いざ尋常に勝負だ。いつの間にか釣り大会になってる。魚をめでたいのならば釣ろうなどと考えぬことじゃ。どんなにおいしい餌をぶら下げようと、針にかかった魚はのたうつからの。魚をめでる趣味はないわ。魚は釣ってさばいて食べるものよ。同感じゃ。刺身に煮付けに塩焼き、どれもいいの。食い物と割り切ればのたうつしも愛しさに変わるわい。へえ、テネブおじさんって変わった人だったんだ。ええ、釣りをしながら不思議なことを言って笑わせるんです。どんな？意味はわからないけど面白いんですよ。ハリタパッパ、ハラハラハイウエホとか。本当だ、なんか笑っちゃうね。楽しそうね。ベルベット、クジラだって一本釣りできる最強の竿だ。あとは腕次第、頑張って釣ってくれよね。クーマをね、やってやるわよ。みんな目的を忘れてるみたいだし。あ、エレノア引いてる。焦らないで、釣りは力じゃなくてタイミングです。あ、うん、来るぞ、準備はいいな。おう、空中で刺身にしてやるぜ。クーマだったら殺しちゃダメよ、今です。
魚でもクーマでもなかったわね。腹の足しにはならんな。でもライフセットに似合いそうですよ。つけてみたら？名案じゃ。棒だけの個性が出るかもしれんぞ。僕だけの個性。やっぱり似合う。いい感じですよ、ライフセット。そうかな。うむ、ぐっと個性が強まったぞ。クーマ釣りを続けるわよ。ライフセット、そんなに根を詰めないでも。クーマを釣らなきゃ。そしたらベルベットは僕を認めて。釣れんな。愚痴るな。思い通りにいかないのが釣りと人生だ。釣れないな。あ、私の方に来ました。のわしもなんか来とーる。のわろくなものが釣れないわね。ろくなものじゃなくない。え、塊、若さじゃのお前、結構突っ走るタイプなんだな。どうしたんですか、ライフセット。おかしいわよ、取りなさい。やめてよ。ベルベットに何がわかるの。わかるわよ、そんな変な格好。わかるのはラフィーのことでしょ。ベルベット、お前の竿が引いてるぞ。え、あ、でかいぞ。気合を入れ。わかってるわよ。これは確かに大物だが。ツボですね。なんでこんなものが。なんか入ってる。うわー、集中鬱陶しいわね。注意せい、油断するとくっちょかれるぞ。おい、はぁ、スムージビット、ビエンレイ脚、草原脚、しまった。リクルード演技プリン、不動脚、ロゴト、スイート。話にならないわね。びっくりした。怪しいものに迂闊に近づいちゃダメよ。ラフィーだったら近づかなかった。そんなこと言ってないでしょ。おい、まだなんか入ってるぞ。重ねかけろ。今度は動く死体が出てきたぞ。襲撃一刀、この距離なら外しません。ゼロの傘吐く。手応えを
応えがなさすぎる。タコ軍団に死人の群れ、何なのこの壺。素晴らしい。まさかこの目で見ることができるとは。はあ、こんな悪趣味な壺に興味あるの？悪趣味か。素人はこれだから困る。いいか、これはクローディン王時代の陶芸家グリューネの水亀に間違いない。千年の至宝と言われたが、200年前の第二戦国期に失われてしまった伝説の壺だ。凛とした鳴りからほのかに匂い立つ色気、誘うように自己を主張しつつそれでいてしつこくない。アイゼン、またですか。うむ、全く理解できんが、男にはよくあることじゃよ。何より、現在は出電したモフモフ湯が醸し出す景色が今にも動き出しそうな躍動感を。何？おお、本当に動いたな。この壺はゴーマだよ。いいか、絶対に割るなよ。キルならいいか。参ります。オーディガイラルヘレン。ヨルルヤンが上流です。肩をつけるぞ。ブレイクの渦を凍結しろ。ヘレン、ヤンが上流です。ヘレンのバトン、トラウン、ヤンヘレン、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 クラスター、ただ夏のに出場をもたらせ、バインドオーダー。鎧の僕たちは鎧のクラスター、揃えぜ。僕の鎧の捕らえられない。鎧の刃を断滅しろ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 。ガンザンメッサイティン。こいつはどうだ、こいつはどうだ。砲火中魔王演劇派。しまった、砲火中クリットステップ。砲火中援護潮流客ガンザンメッサイティン。トーチ重ねかけろ。破壊しろ。ストーンエッジロックの砲火中援護潮流客ガンザンメッサイティン。トーチ重ねかけろ。潮流客追撃。覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。砲火中の方ケメマシクラスター追撃発火殺よろい。砲火中援護潮流客頭が…ところで…もっと
地にしてつなぎ呪しを上げろ。バンナー廃止祝福報じよ。バンナー廃止祝福報じよ。おっと、おっと、つなぎバッドエンダー。アクティブアブソーバー。もう立てない。エクスプローダー。祝福を寄せにしてつなぎ呪しを上げろ。デアリーパークル氷の子、遅いわ。痛いのは嫌だが、リバルするのが好きだぞ。デアリーパークル。ベルベット、この屈辱を光りよ。ビーネシュ、奇跡をなさる。何とかとおしまいです。ウィングブレッジエンド同源客、水蛇の水素を宣言。ハーバレッサークル、ついに攻撃を行い、同源客、水蛇の水素を宣言。僕が守る。やっとこだ。おとなしくなったか。待て、食うなよベルベット。食べないわよ、ツボなんて。結局ここにクマはいないようですね。じゃあな、いるなら死神の呪いで引っかかるはずじゃからの。あ、変なものばかり釣れるのはそういうことだったんですね。トラブルが当たり前で忘れてたわ。タコもツボもアイゼンのせいか。ナルトは怖いの。僕の力役に立たなかった。そうね。でもあんたはこれくらいで諦めるやつじゃない。そうでしょ、フィー。フィーって？あんたの相性よ。特に意味なんてないけど。あんたはあんただから。ベルベット、フィーか。なかなか個性的な相性じゃな。あ、諦めるならやめてもいいけど。やだ、次の地脈点を探す。壺の中にまだ何かあるぞ。この黄金の輝きはオリハルコン。そうか、ここが黒金が言っていた輸送船が沈んだ場所だったのか。やった、これを黒金に渡せばオリハルコンの太刀ができるかもしれん。お手柄だぜアイゼン、ライフセット。大変でしたが、無駄足じゃなかったですね。私も久しぶりに釣りができて楽しかったし。僕も釣り面白かった。わしもじゃ。特に某の個性的な紛争がな。
そろそろ日が暮れるわね。タイタニアへ戻りましょう。